こんにちは. 토크 토크 일본어 일본어です. 언론과도 연고 국가와 언어에 대해서 공부할 거예요. 나라와 민족 그리고 언어를 한꺼번에 정리하였고요. 특히 한국어 발음과 일본어 발음이 다른 나라만 모아봤습니다. 마지막에는 일본 뉴스나 신문에서 자주 보는 나라 이름의 한자도 정리했어요. 그러면 アイルランド、アイルランド、アイルランド語、アイルランド語、アイルランド人、アイルランド人、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国、アメリカ、アメリカ、英語、英語、アメリカ人、アメリカ人、 イギリス、イギリス、イギリス英語、イギリス英語。イギリス人、イギリス人。イタリア、イタリア。イタリア語、イタリア語。イタリア人、イタリア人。エクアドル共和国、エクアドル共和国。エクアドル、エクアドル。 スペイン語、スペイン語。エクアドル人、エクアドル人。エジプト、エジプト。アラビア語、エジプト方言。アラビア語、エジプト方言。エジプト人、エジプト人。エチオピア、エチオピア、エチオピア語、エチオピア語、エチオピア人。 エチオピア人。オーストラリア、オーストラリア。オーストラリア英語、オーストラリア英語オア。オーストラリア人、オーストラリア人。オランダ、オランダ。オランダ語、オランダ語。オランダ人、オランダ人。カナダ、カナダ。英語、英語。 フランス語、フランス語。カナダ人、カナダ人。ギリシャ、ギリシャ。ギリシャ語、ギリシャ語。ギリシャ人、ギリシャ人。コロンビア共和国、コロンビア共和国。コロンビア、コロンビア。スペイン語、スペイン語。コロンビア人、コロンビア人。 サウジアラビア、サウジアラビア、サウジアラビア語、サウジアラビア語、サウジアラビア人、サウジアラビア人。スペイン、スペイン、スペイン語、スペイン語、スペイン人、スペイン人。タイ、タイ、タイ語、タイ語、タイ人。 台人、台湾、台湾、台湾語、台湾語。台湾人、台湾人。大韓民国、大韓民国。韓国、韓国。韓国語、韓国語。韓国人、韓国人。チリ、チリ、チリ語。 チリ語、チリ人、チリ人。中華人民共和国、中華人民共和国。中国、中国,中国、中国語、中国語、中国人、中国人。ドイツ、ドイツ、ドイツ語、ドイツ語、ドイツ人、ドイツ人。トルコ、 トルコ、トルコ語、トルコ語、トルコ人、トルコ人。ナイジェリア、ナイジェリア、ナイジェリア語、ナイジェリア語、ナイジェリア人、ナイジェリア人。日本、日本、日本語、日本語、日本人、日本人。ニュージーランド、ニュージーランド、 ニュージーランド英語、ニュージーランド英語、ニュージーランド人、ニュージーランド人、フィリピン、フィリピン、タカログ語、タカログ語、フィリピン人、フィリピン人、ブラジル、ブラジル、ブラジル語、ブラジル語、ブラジル人、ブラジル人、フランス、 フランス、フランス語、フランス語、フランス人、フランス人。ベトナム、ベトナム、ベトナム語、ベトナム語、ベトナム人、ベトナム人。ポルトガル、ポルトガル、ポルトガル語、ポルトガル語、ポルトガル人、ポルトガル人。 南アフリカ共和国南アフリカ共和国アフリカンス語アフリカンス語南アフリカ人南アフリカ人メキシコ合衆国メキシコ合衆国メキシコメキシコスペイン語スペイン語メキシコ人メキシコ人アジア 아지아동남아지아동남아지아 요로빠, 요로빠. 그러면 마지막으로 나라 이름의 한자 표기인데요. 세개의 나라 이름은 모두 한자로 쓸 수가 있어요. 신문이나 뉴스에서 한자로 나라 이름으로 표기할 때가 있어요. 하나의 지식으로서 알아두시면 좋을 것 같아요. 강, 강 中、中。米、米。ュー。ベい。ベイ。エい。エカカ。イイ。ふつふつ。せいせい。ポポ。タイタイ。ドクドク。 고, 고, 니치, 니 또는 닛, ni. 라고 이르고요. 특히 일본과 각 나라의 관계나 전산회담 등을 표기할 때에는 니치베이日이니이라고니라고 발음할 때도 있고 日츄관계日츄관계처럼 라고 발음을 하 때가 있어요. 그래서 어떤 한자가 오느냐에 따라 있는 법이 달라지문입니다. 그러면 이런 것을 참고하시고 오늘은 이렇게 해서 국가와 언어에 대한 검부를 마칠게요. 다음은 자기 소개 하때꼭 필요한 職業교 직업에 대해서 검부를 할게요.では今日もお疲れ様でした。 次回またお会いしましょう。